全馬ゲートの中スタートしました。4番アイファーリリー後ろからです。高ダッシュ2番ノーチラス、しかしこれを制して間から9番テイエムメロディー行きました。さらには5番トゥインクルリーフです。そしてヒロブラッサムが行って外から8枠2頭バラーディスとオルトシアも上がっていきました。さらには11番アンジュミニョンも前に取り付いて、そして内1番名刺オーカスが外にはアドアステラで1コーナーをカーブしていきます。先頭は9番テイエムメロディー2コーナーへ向かいます。リードが1馬身、ついていく5番トゥインクルレイフ2番手、あとは1馬身差3番手12番バラーディスと2コーナーをカーブします。あとは2馬身差4番手が内2番ノーチラスで向こう正面です。外には13番オルトシア、その後は2馬身差アンジュミニョンが行ってヒロブラッサム、内は1番の名将カスガ、そして2馬身差アドアステラが追走、外からグーンと上がっていく7番のティボリドライブの体勢です。そして後方2頭は黒船プリンセス、内3番プロスペリティ、もう1頭最後方は4番のアイファーリリー。各馬残り 600m を通過、第3コーナーをカーブしていきます。先頭9番テイエムメロディー、外並んでかわす勢い、外5番の トゥインクルリーフです。3、4コーナー中間、あとは2馬身差、接近していく12番バラーディスと今3番手残り 400m を通過、そして2馬身差、ムチが飛んだ2番ノーチラス4番手、4コーナーカーブから直線へ、先頭は5番のトゥインクルリーフ、トゥインクルリーフ先頭に変わっているリードが1馬身、そして差を詰めてきた12番バラーディストです。残り 200m 通過した、外から5枠2頭追い込んでくるアドアステラ、7番ティボリドライブ差を詰めてくる、さあ今度は先頭はバラーディストか、外から5枠の2頭アドアステラ、ティボリドライブ、しかし先頭は12番バラーディストか、ゴールバラーディストか、外は5枠の2頭アドアステラ、ティボリドライブ、3頭広がっての入線です。